どうも皆さんこんにちは。簡単ウクレレ教室ガズレレのガズでございます。さあ、この動画がアップロードされているのはもう翌日なんですけど、その前日ですね、今日5月11日は、ガズの新しい本ご機嫌ガズレレデイズの出版記念イベント in 東京目黒でございます。はい、今ですね、その土曜日なんですけど、朝一で南信州をこうジムニーで出発しました。後ろを見てください。いろいろね、ガズレレ、楽しいガズレレグッズが盛りだくさん、はい、山盛りにして、山盛りでもないかな結構ね、ジムに荷物詰めるんだよな。そうで、これでですね、のんびりとちょっと東京まで、ドライブしながら、訪れましてですね、今日めくるめく時間をまた、皆さんと共に、作り上げていこうということで向かっているんですけど、今日はですね、5月11日のこのガズの本出版記念イベントをですね、こう舞台裏というかですね、1日をちょっと密着したような、ガズ旅動画にしていきたいなというふうに思います。天気ももうさすがガズさん、強烈に雲切り晴れ男なんで、もう見てください、この素晴らしい天気を。いやー、もう今まだ朝ね、6時35分ですけどね、もうなんか朝もやの中、爽やか気分でモーニングコーヒーを、コンビニモーニングコーヒーを飲みながらですね、ゆっくり、80キロでジムニーで向かっております。さあ、それでは今日1日皆さんお付き合いください。楽しみです。行ってきます。バイバイ。だ、水田もほら水が張られて、すごいね、とんがってる。今日はなんか朝模様がすごい。そうだね、だから影がすごいね。そう、影みたいになってる。このとんでもない快晴っぷりを。本当だ、これすごい、素晴らしい。これはね、すごい、さすがガズ、ガズ晴れ男、雲霧、素晴らしいでございます。はい、さあ、これから、ゆっくり準備する時間があるんで、はい、ね、慌てるのは嫌だから ね、 そうだね、早め早めに行動してますということで、じゃあね。今、目黒の外の会場についてで、ガズさんがまずは機材のセッティングをしております。大丈夫そうですか？大丈夫です。こんなね、こういう機材がちゃんとある会場なんですよ。すごいですよ、今回まだお客さんは入ってない時間で、こんな感じの会場で、いやー、すごい。ここに100人ぐらいの方が後で入って来られると。楽しみです。小林さんが今から、はい、物販を用意していくよということで、ここに今から組み立てていく予定になってます。はい、今日の会場なんですけど、相変わらず素晴らしい広さでございます。ここが満員になるということなんですけども、すごいですよね。はい、今準備をしてます。さあさあさあ、今日はなんとこの手伝ってくれてる方、スタッフと思いきや、このご機嫌ガズレレデイズにも濃厚に関わってくださっているお二人でございまして、手前は構成担当してくれる神田さんですね。この本が出版するきっかけになった、すごい女性なんですよ、もう本当に。で、すごいもうお手伝いをしてもらってて、ありがとうございます。はい。で、奥にいらっしゃるのはもう池田さんでございましてね、もうライターさんというか、もう、ある意味本にはもう編集者って書いてありましたよ。はい、今日よろしくお願いします。はい。すごい素晴らしい会場で、本当に。はい、すごい、なんか、はい、学園祭みたいになってますけど、はいはい、こういうのって楽しいですよね。楽しい、なんかね、はい、そんな感じで皆さんお迎えしているところでございます。準備は整った物販、
さあ今回結構盛りだくさんで、進んでますけど、ざーっと見てもらうと今日、はい、物販で売るのはチューナーとかゲンがあって、ジェラボのね、ジェラボグッズがあって、これがサウンドホールアクセサリー。そうなんです、これジェラボの、はい、これ会場、今のところ会場限定なんだよね。そうなんです、これサウンドホールを開けた穴なんですよ、ウクレレの。そう、それをこれちょっとこれ焼き付けて、これはだからチャームっていうのかな。そう、まあ今回はね、チャーム、だけどしおりになったらいろいろ考え方次第でいろいろできるよ、はい。はい、でこれが、小杖さん手作りの、はい、ウクレレストラップ、はい、こんなのも今日並んでますよ、はい。あとこれがキーホルダー、そう、これ僕も使ってるけど調子がいいです、すごく。かわいいよね、この辺はオンラインでもね、はい、ゲットできますけどですね、はい、CD いいですよ、これ、ね、今流れてます、ね、そうそう、はい、ジョイントレザー、キャップも今日はちょっと持ってきました。そうですね、ちょっとね今日は見ていただこうかなと思って、はい。でこれはかわいいやつ、そう、ハンドメイドです、これ。そうなんです、すごいですこれ、1点でございます。小杖さんが一個ずつ手作りしたこういうものもあのイベント会場には並んでおりますと。はい、でトートバッグ、はい、いろいろあります。はい、可愛い、使いやすいと。で小中大、はい、ね、こんな感じになってますよ。あとバッチ、今回はリアルでご自分で選んで、ね、なんかこれあれみたい、縁日みたい、縁日みたい。ここで2個選んで自分で入れて、そう、お買い求めいただけると。でバンダナ、ハンカチ、バンダナ、はい、はい、でもちろん水引き、うん、はい、ガズの両親が特製で作ってる、ここから選んでいただけるぞということでございます、はい。でこっちにやってくると T シャツもね、ちょっと今回サイズ分かりやすいように、はい、T シャツ、はい、こんなのもあって、こんなのもあって、 G マークもあってと、ね、これからの季節 T シャツはいいですね。これも、はい、オンラインでもゲットできるんでね、うん、ぜひ見てください。でこれが今回ね、小杖さんが見てもらいたいということ、はい、そうですね、これウクレレバッグなんですよ、ソプラノサイズなんだけどね、ウクレレトートバッグ。そうそうそう、これがもう見てください、これ手で縫ってんですからね、すごいことになってますけれどもですね。でこっちはちょっとカジュアルの、ね、これからそうそう、ちょっとね数は少ないんだけど、うん、展開をしていこうかなと思って、はい、リアルで今回これはもうオールハンドメイドですから、はい、ね、このあれもふさふさもついて、うん、はい、これで大事な一本を持ち運ぶのもいいんじゃないですかということで、はい、こんな会場の準備をしておりますということですけど、はい、今日の会場すごいですよ、すごいのよ。まだねオープンしてないんですけど、ざーっと映してさせてもらうとこんな感じの会場になってですね、いるんですよ、すごい。これが満席になっております。はい、でここが今日のねガズが喋るところだなって感じなんですけれどね、はい、ここから、こんな感じで今日はイベント会場を見渡して皆さんとワイワイやるよという、そんな予定になっております。さあ、皆さんこれから入場するの待ってるところでね、今スタッフの皆さん食事行って、僕たち1日2食だからご飯食わないから僕らだけ残ってるところです。はい、そんな感じで本番楽しみだぞ、イエーイ。ただいま、ガズの本ご機嫌ガズレレデイズ、はい、この本の出版記念パーティーが行われております。東京です。盛り上がってるかい？なんとですね、この会場でですね、新曲が生まれました。新曲がリリースされましたということなんですけど、その曲を今からセッションをしようということなんですけれどもですね、皆さんも一緒にセッションしてくださればいいなと思います。わけでですね、終わりました、イベント、うん、
いやー、5月11日、はい、長いような短いようなあっという間な一日でしたけれども、あの今ちょっとねこの動画の中に差し込んだ、うん、あのイベントの最中に作ったオリジナルソング、うん、ご機嫌ガズレレデイズご機嫌ガズレレデイズ、あれはいい曲だった ね、あれ簡単だからいいんだよね、うん、でもその場でみんなで一つになってね、うん、いやめくるめく体験でしたよ、うん、はい、今も帰りの途中でもうバッタバタ片付けて、はい、荷物も本当にいてあの手伝ってくれたスタッフとか、うん、皆さんとみんなねサインしてね、うん、一人一人にちょっとずつこうお話ししてですね、みんなねすごいいい話をいっぱいあの持ってきてくれてた、うん、いや本当にね、YouTube でね、うん、ウクレレ教えてる人じゃないですか僕、うん、だけどあの本が出てさ、あんなイベントがね、あの行われてですね、なんかすごいなんだすごいなと思っちゃった、うん、T シャツとかみんな着てくれ買ってくれてトートバッグとか持ってさ、ね、いやなんか本当にすごいことだなと思いましたね。ガズレレって本当特殊だよね、うん、なんかバンドじゃねえのにさ、うん、T シャツとかさなんかグッズがいろいろあってさ、うん、まあそんなことであの本当いろんな方ともうパンパンだった会場は、もうやばかった熱気がすごくて、いやでも本当良かったね、うん、はい、でそういうわけで、今日丸一日もう、ね、日帰りだったんですよ、ね、今回は、うん、もう本当に濃厚汁をね、うん、体中にまとってですね、今から安全運転でまた信州の方に帰っていこうということで、今ねもうここで晩ご飯食べようと思って、はい、ここに今談合坂っていうサービスエリアなんですよ、はい、談合坂って書いてあるねこれ、はい、あそこに月が見えてるんだけど見えるかな、ね、見えるかなこれ、どうかな、なんかね三日月がすごいの、うん、はい、ってな感じでのんびりとハニーさんと、はい、ハニーさんがね助手席でまたウクレレ弾くでしょうから一緒にハモってね、はい、行こうと思います。はい、プチガズ旅、はい、ご機嫌ガズレレデイズイベント編でした、はい、ありがとうね、もう夜になったよ、バイバーイ、またよろしく。